妖怪学園 Y、 前回の続きからプレイしていきましょう。さて、ミケッティオとの和解やっていきましょうか。あたいたちに話があるんだってな。バケーラもブルボンももうすぐ来るってさ。で、どうすんだ？すぐにでも話を聞かせてくれんのか？うん。よし、やっていこうか。でもなぁ、和解っつったってなぁ、どうすりゃいいんだよ。こいつらに話してもなぁ。一体何の用かな？人兵から話なんて珍しいど。槍でも振らなきゃいいけどな。いやさぁ、ミケッティオと仲良くなろうと思って。はぁ？つうわけで、お前ら合体しろ！兄貴、そいつはさすがに。デリカシーがなさすぎないかい？あ？なんかよくわかんねえけど。パーティーやろうぜ！ミケッティオ！喧嘩売ってるよな。ちょ、お前、あたいたちにちゃんと許可をだな。引っ張られるぞ。これ単純にちょっとかわいそうなんじゃ。ああ。よーし、ミケッティオ、俺と友達になろうぜ。何が友達になろうぜだ。なるか、死ねえ。やっぱりこうなるのね。なあ、いい加減諦めて俺と友達になろうぜ。お前バカなのか。なんで自分を殺そうとするやつと仲良くなりたがるんだ。そりゃお前といると楽しいからさ。一緒にいるとワクワクすんだよ。の、パーツども、今日はいつにも増して暴れやがる。姿が保てん。おい、こら、ジンペイ！お前、あたいたちを何だと思ってんだ！ミケッティオさえいれば、僕らはもういらないの？ジンペイ、ひどいど。え？いやいや、誰もそんなこと言ってないだろ！言ってなくてもそう見えるんだよ！そうだね。今回ばかりはジンペイ君に非があるんじゃないかな。こっちとも揉めるのか。あたいたちは、全猫妖怪連の代表として断固抗議する。全猫妖怪連ってこの3匹だけじゃないの？そんなのあったっけ？ほで、知らねえ。とにかくあたいたちにミケッティオになれって言うんならな、あたいたちにもちゃんと活躍の場を用意しろ。最近扱いがひどいぞ。すごい胸が痛い。それは本当にそう思う？そうだぞ。だってあ、そうか、強いんだもん。活躍って言ってもな、どうすりゃいいんだ。ついにあれに挑む時が来たのかもしれないわ。以前から構想はあったものの、実現が困難と諦めていた高難度のクラフト、覚醒変化武器にね。なんだいそれは。まあ平たく説明すると、メダルを使ったクラフトね。バケーラたちのメダルを使って強力な武器を作ろうってことよ。マジか、そんなんできるのか？それって大丈夫なの？簡単じゃないけど、試してみる価値はあると思うわ。強力な武器、確かにそれなら僕たちも活躍できそうだね。賛成だど。決まりだな。え、何すりゃいいんだ？未来科学クラブの阿波戸則明先輩に会いに行きましょう。前々から相談に乗ってもらってたの。よし、待ってろお前ら、超すげえ武器にしてやっからな。調子いいこと言ってんじゃねえ。お前は少し反省しろ。武器になるのは構わんの？名前バケーラたち相当怒ってたな。あれは陣平君が悪いね。さっきも言ったけど、武器になるのは良くてミケッティはダメなのか、ようわからんな。俺もデリカシーがなさすぎるよ。デリカシーないのかな。そうかな、俺ってそんなに尻がでかいかな。デカシリーじゃなくてデリカシーだから。でも元々ジンペイってこういうキャラだからな、今さらこう、ちょっとそれは
ていうのもおかしな話な気はするんだけどな。とりあえず話聞きに行ってみるか。大丈夫？武器にして覚醒変化武器のクラフトに挑むんだね。僕も吹雪さんに相談されてから実験を続けてはいるんだけど、波の妖怪音量メダルでは武器化の最中に形状が不安定になっちゃって難しいんだ。そう思う。その妖怪は大丈夫なの？もっと安定した存在じゃなきゃ。妖怪ゴロミ？ワンランク上の存在か。ゴロミだけでいいの？そういえばサンプルのメダルの中にそれっぽいのがあったような。よし、物は試しだ。君たちは素材を集めてきてくれる、来てくれるかな？必要なのは、ピラミッドの秘密が11個、無限のピラミッドパワーが7個、コロンブスの卵が6個のこの3種類だ。もし手に入れる方法がわからないときはいつでも聞きに来てくれていいから。なかなか大変だと思うけどよろしく。揃ってないのか。ピラミッド内の素材。恐るべしピラミッドパワーというミッションなら手に入る。コロンブスの卵は、Y 学園全域での走りながらポンとは、か、風紀タワーの前にある Y ドロップショップでも交換できるみたい。アイテム、アイテム、アイテム。落ち物か。無限のピラミッドパワーっていうの俺多分ないと思うんだけど。素材かな？レア度順。これ足りんな、やっぱり。ピラミッドのやつ。コロンブスの卵は6個いるって言われてたから別に大丈夫。ピラミッドの秘密も大丈夫。無限のピラミッドパワーだけが、あれか。足りんのか。じゃあ取ってくるか。まあ、サクッとカットしようか。よし、集めてきた。無限のピラミッドパワー取れなさすぎでしょ。めちゃくちゃかかったわ。こっちもサンプルの中から妖怪のものらしきメダルを見つけたんだ。確かに音量のメダルよりも安定している。これならうまくいくかもしれない。メダルが発生させる力場と素材を追加することで起こる反応。仮定の数式に当てはめていこうかな。いや、最適解としてはこっちになるのか。よし、わかってきたぞ。ちょっと待ってて。できた。君たちが集めてくれた素材をもとにレシピを作ってみたんだ。レシピ。これで、覚醒変化武器はいろいろ作れるはずだよ。ただし、一つ注意してほしいことがある。素材として使用するメダルは220以上のものじゃなきゃダメだ。低レベルのメダルを無理に使うと負荷に耐えきれず粉々になる恐れがある。いいね、約束だよ。じゃあまず今ある素材を使って、黄昏のワンドを作ってみたらどうかな。レベル220以上のゴロミのモデル。220以上はあった気がするけど、超クラス以上のミッションの先行のごとき早打ちで手に入るみたい。高レベルのメダルを手に入れて、覚醒変化武器のクラフトを試してみて。成功になってるよ。なあ、これでゴロミたちの武器は作れるのか。その前に、レベル220以上のゴロミのメダルを手に入れなきゃ。おっと、そうだった。すぐに手に入れて作ってやるぜ。クラフトは宿舎にある私の部屋から Y 剣でできるわよ。覚醒変化武器とは、通常のアイテムメダルよりも強力な攻撃力がスキルを持った武器です。覚醒変化武器は、レベルの高い召喚メダルを素材にしてクラフトすると手に入れることができます。作るのは大変ですが、強力なので、ぜひ手に入れてみましょう。まあでも、作れると思うけどな。それもらって、あ、自分も協力したってゴロミは思うんだろうか。微妙な気はすんだけどな。あれ？ここじゃない。ここだ、ここだ。Y 剣に行った方が早いかな。どっちが早いんだろう。ももちゃんで、とりあえず宿舎で、宿舎で行っか。行くですねー。よし、とりあえず、サクッと、作ってみようか。よいしょ。黄昏のワンドがどれぐらい強いんだろうな。こんだけな、作らされるぐらいだから、そこそこの強さを持ってるとは思うんだけど。よいしょ。装備クラフト。どれになんだ？こん中にあるか？ん？あるか？これどういう順でやったらいいんだろう？強さ順か？
あ、武器じゃない。武器じゃないのか。あ、これか？あ、これっぽいな。あったあった。これだ。黄昏のワンド。すごい、このいっぱいあるんだけど。どれにしても結構きついよな。よし、これを素材にして、OK。規制連弾。でもなんでゴロミからさ、ゴロミの武器じゃないんだな。ゴロミたちに見せようって。改めて考えると、大学園って…改めて考えなくてもいろいろ規模大きいよな、この学校。学校っていうレベルじゃないもんな。だって、国作ってんだぜ、一人。それはもう学校の域を超えてるのは超えてるんだけど。ゴロミちゃんが校庭だっけ？よし。よし、行こう。行くですねー。ももちゃんとかもうちょっと関わってきてもいいんだけどな。こんな便利キャラにとどまってるようなキャラではないと思うんだけど。アニメとかだともっと絡んでんのかな。アニメ映んないからさ、俺の地域。俺の地域っていうか、俺の住んでるとこ。テレ東系列が見れないんだよね。どう？私の傑作は。へえ、悪くないね。かっこいいど。まあ、あたいらのメダルを使ったんだ。すげえ武器になって当然だけどな。よく言うぜ。どうする？まあ、今回はこの武器に免じて許してやるか。そのことで君たちに、陣平君から話があるそうだよ。え？陣平君、思っているだけじゃ伝わらないこともあるんだ。彼らのことをどう思っているのか、自分の口から言ってみたらどうかな。ミケッティオは面白いやつだし、アースウォーカーはすげえ強い。こいつ。あ、兄貴。でもさ、やっぱ俺、お前らのことも好きなんだよな。バケーラと一緒に食う飯はうまいし、ゴロミの話は笑えるしさ、ブルポンの言うこと聞いてるとなんだかんだうまくいくしな。陣平、ミケッティオさえいればいいとかそういうのは絶対にない。だからさ、これからもよろしく頼むな。ったく、調子のいいことばっかり言いやがって。あれ、もしかしてゴロミちゃん感動して泣いちゃってる？めっちゃちょろいな、ゴロミちゃん。泣いてねえ。ほら、ミケッティオと友達になんだろ。さっさと呼び出せよ。いいのか？まあ、しょうがないね。オッケーだぞ。わかった。パーティーやろうぜ、ミケッティオ。全く3人の人格が消えるっていうのはな、どうなんだろうな。友達なってくれるよな、ミケッティオ。しつこいやつだな。そうだよね、別にこっち解決しないもんな。約束だけなら別に構わねえぞ。あ、いいの？ほんとか、やったぜ。お前、俺が嘘ついてて隙を見て殺すとは考えねえのか。そんなのその時になってみないとわかんねえ。はあ？けど、お前はそんなことしない。わかるんだ。ふん、後で後悔しても知らねえからな。まあ、ちょっとぐらいなら、友達ごっこにも付き合ってやら。よっしゃー！やれやれ。何はともあれ、丸く収まったって感じかな。なんか、すっごい強引な気もするけど。さすが兄貴っす！なんだかんだあれかな、あの3匹、3匹っていうか3人の信頼関係を、信頼関係というか信頼を得たのがなんかミケッティにも伝わったみたいな、そういうのがあんのかな。さてさてさて、どうしようか。ここで一旦区切ろうか。次なんだっけ。
ミッションインポッシブル。Y 学園で目撃されるようになった怪しい影について学園長から地球決明星とかに調査依頼があった。学園長室で詳しい話を聞いてみよう。じゃあ次回これやっていきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。